こんにちは、みじゅです。今回は久しぶりに私の愛車フォレスター STI スポーツに関わる動画をお送りしたいと思います。私のフォレスター STI スポーツはすでにもう約1万2000キロも走ってしまいました。まだ納車から、4ヶ月しか経ってないんですけどね。ちゃんとハイスピードで走行距離が伸びきっています。で、約1万2000キロも走ってしまうと、さすがに新車の香りっていうのはもうなくなってきたような感じがします。まだかすかに残ってはいるんですけど、そうだね、もう完全に薄まってきたなーっていうのは自分でもわかります。なので、これを機会に、車内をね、より上質な空間にしてあげたいなと思ったので、今回は私、フォレスターにね、今まで芳香剤つけてこなかったんですけれども、まあ、自分の好きな香りを芳香剤にできるアイテムがあるので、そちらを使って、車内をね、より上質な過ごしやすい空間にしてあげたいと思います。でも今回は、まあ、上質な空間にしたいということで、今回は上質な芳香剤を用意しちゃいました。それがこちらになります。見てパッケージがすごくない?この模様は何だって。すごい高級感あふれる箱に入っているんですけど、こちらはカラーは2種類。で、柄は2種類。で、ノルディック柄というものを私は選びました。でこれね、芳香剤でぶら下げる形にもできるし、エアコンの送風口とかに取り付けることができる、好きなようにぶら下げたりくっつけたりみたいな形で使用できるアイテムになります。でこちら箱はマグネットになってて、ここにパカーンって開いて、本体がこちらになります。すごい!意外とね、ずっしりしてるんですよ。はい、こんな感じで立体構造になってて、ここがすごい凹んでる感じです。なんか石みたいなストーン状になってますね。裏側がエアコン送風口等にブスってさせるような形になっています。すごい模様がかっこいいですよね。これを送風口とかにつけてもかなり映えますね。で、ちなみにこちら、エアコン送風口とかにつけてもいいんだけど、ストラップが別口であって、ルームミラーにぶら下げたり、することもできます。こちら参考までに開けてみると、こんな感じでスライドして開けてみると、こんな感じでレーザーのストラップが入っています。こういう形のレーザーのストラップがついています。ぶら下げるタイプだと、こんな感じでストラップにして、ルームミラーとかに引っ掛けて吊る下げることができます。で、この後ろのエアコン送風口などにくっつける部分は強力な磁石でくっついているだけなので、外してあげればこのままストラップとしてぶら下げることができます。この辺がね、使われているのがレザーなので、すごい高級感があるし、重厚感もありますね。で、こちらの商品はもともと香りはついていません。なので香り付けをしてあげたいんですけど、方法としては例えばお手持ちのアロマオイルとかをここに垂らしてあげたりしてもいいし、お好きな香水なんかをね、手持ちの香水をここに吹きかけてあげるだけで、エアコン送風口の風を通してだったり、このぶら下げたところから好きな自分の好みの香りが香ってくるっていう形になります。結構芳香剤売り場行ってもあんまり、なんだろう、あーちょっと違うんだよなとか、ちょっとこれなんか一歩間違えたら臭いなとか、そういう香りの時とかってありますよね。なのでお気に入りの芳香剤見つけるのって結構大変だと思うんですけど、これだったら好きな香水、自分の気に入った普段体に身につけてる香りをここにシュッとかけることもできるし、逆にリラックスできるようなアロマオイルを垂らしてあげれば、そのアロマが車内で楽しめるといった形になります。なのでね、結構芳香剤の匂い苦手っていう方も、これなら車に利用しやすいっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ここまで徹底してこだわって作られてるのってなかなか見たことないから、結構感動してます。ではね、今回私はエアコン送風口に試しにつけてみたいと思います。で、スプレー、こちらは私が好きなルームフレグランスなんですけど、イソップのものです。イソップのルームスプレーで、ウッディベースのゼラニウムとかが入っています。これをね、吹きかけてみたいと思います。吹きかけた感じはこんな感じです。
特に色は変わらず、まあ濡れてるかなっていう印象はあります。でこれによって香り立ちがね結構してくるので、こちらをエアコン送風口につけてあげます。ここが挿入口になってるので挟み込むような形 でここの部分が結構シリコンになってるので、この送風口を傷つける心配がないのが安心できる点ですね。では差し込みます。はい、取り付けはめちゃくちゃ簡単ですね。こんな感じで設置しましたが、なんか悪目立ちしないのがいいですね。これはかなり車内の内装に馴染んでくれるので、つけていて違和感がないですね。やっぱりこれ黒にして正解でした。私ね、これ白もあったんだけど、あえて黒のおとなしい感じでかっこよくまとめてみました。ちなみにぶら下げるタイプだとこんな感じでルームミラーにつけることができます。私今までこのルームフレグランスを車内に足元とかにシュッシュって吹きかけたりしてたんですけど、香りの持続がねあんまり感じられなかったんですよ。例えばつけてから2、3時間後ぐらいにはもう香りがわからなくなってるっていう状況だったんですけど、このストーンにかけてあげることによってここに香りがねずっと滞在してくれるので、普通に空間にかけた時よりも持続してくれる期間が長くなったように感じます。それもすごいいいなぁと思いました。でこの香りに飽きてきたら、香りがなくなった頃に違うアロマをつけたりとか違う香水をつけたりとかすることもできるので、1個あれば長期的にずっとフレグランス、車内の芳香剤用として使うことができるので、とっても便利じゃないかなと思いました。こちらの商品、概要欄に貼っておくので、よかったらぜひご覧ください。では、本日もご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。